天安門は中華人民共和国の北京市東上区に位置する城門で、明、信頼の応急、紫金城の第一門。牢城で、毛沢東が中華人民共和国の建国宣言を行い、中華人民共和国の国章にもその姿が描かれるなど、中華人民共和国の象徴の一つとされている。天安門広場とは、長安街を隔てて隣接する。 天安門付近の地図天安門の場所に建てられた最初の城門は、紫金城を建設した明の永楽帝時代の1417年に建設された城天門である。この門は1457年に落雷で消失し1465年には再建されるが、1644年の理事制の北京攻撃によって明王朝が滅亡した際に再度消失した。その後、 真の順次帝時代の1651年に再建され、この時に天安門という名に改められた。この天安門という名称は天上の平和の門という意味にも取れるが、満州後の名称は天命を受けて安定した国を治めるの意であり、それを省略した形が天安門と考えられる。なお、昔は四金城の北にある経山のさらに北に千安門があった。 新両王朝時代は大きな法律や命令は最初にこの門から発表された。また出発したり外戦する軍隊を皇帝が沿見する場所でもあった。1949年10月1日に行われた中華人民共和国の建国式典で毛沢東は建国宣言をこの門の上で行った。それ以降この門は中華人民共和国の象徴とされる。 1952年には大規模な改修が行われた。現在の天安門は1970年に再建された現代建築。築320年の門は老朽化のため、秘密裏に1969年12月15日から20日間で完全に解体され、1970年4月7日に現在の門がお披露目された。外観デザインは、 従来のものを踏襲したが、台座は、鉄筋コンクリート作りに改められ、新たにエレベーターや冷暖房、包装設備を完備。楼角部分の柱や梁などは一部に解体した旧、東磁期門の古材が使われたものの、大半は、マレーシアやアフリカ諸国から取り寄せた高級木材が用いられた。2018年6月から、上楼内の浸水や壁画の亀裂、 老朽設備の更新などを目的とする大改修に着手。建国70周年を控えた2019年5月の完了を予定し、改修工事期間中は観光客の参観を中止している。かつては資金城の正門であったが、現在の呼吸博物院の正門はさらに北にある馬門となっている。五つの通路をうがった城壁の上に木造の楼閣が建てられた。 中国の代表的な縄文建築である。楼閣の中は現在、中国政府要人が諸行事の際に、天安門に立つ時の前後に休息を取るための椅子や、ソファーが置かれている。城壁に開けられた5つの通路のうち、かつて中央の一回り大きな通路は、工程用だった。長さは27メートルあり、現在は中央の通路以外は閉じられていることが多い。 天安門正面に掲げられた、小解析の肖像画天安門正面に掲げられた、毛沢東の現在の肖像画天安門正面に掲げられたヨシフ・スターリンの肖像画1930年代以降は、中央の通路のすぐ上に、中国国民党の指導者の小解析の巨大な肖像画が掲出されていた。その後1949年に国境内戦に勝利し、 中国大陸を支配することになった中国共産党の指導者の毛沢東はこれを受け継ぎ、小介石時代より中央の通路に近い位置に配置して毛沢東の肖像画が現在に至るまで掲示されている。ただし、1953年3月9日にはソビエト連邦の最高指導者であるヨシフ・スターリンを追悼して例外的にスターリンの肖像画に掛け替えられたこともあった。 肖像画の盾は約6メートルある。建国当時は軍服姿の毛沢東の肖像であったが1950年代半ばに人民に親しまれるようにとの目的で人民服姿の毛沢東に改められた。当初はバリシブリが描いた完全な絵であったが、現在は写真をもとに精密に描かれたものになっている。肖像画の絵は少なくとも、 建国から今日まで4回バージョンが変わっている。軍服姿真正面からの人民服姿やや斜めを向いた人民服姿現在の真正面からの人民服姿。現在の肖像画画家、く子光の作品である。この肖像画は、油彩式で国慶節の前日9月30日に塗り替えられ、10年ごとに更新される。1989年の64。 天安門事件では学生が投げたペンキで汚されたことがある。なお2006年には60年代半ばから掲げられたバージョンの肖像画の元絵がオークションにかけられたと人民日報が報じた。肖像画の両側には左に中華人民共和国万歳右に世界人民大団結万歳という大きなスローガンが掲示されている。これは 日本人漫画家の小野沢渡ると森茂によってデザインされた。なお建国時の右側のスローガンは中央人民政府一万であったが1950年に現在の内容に変更された。また当初は反対時だったが1964年に反体時に変更された。また1970年に木製から金属製に変更された。 1988年から老格が一般に公開された。途中書行事のある時や1989年の64天安門事件の頃などは公開が中止されたが、おおむね継続的に一般公開は継続されている。入場券売り場と入り口は門の北側にある。入場料は15元で外国人は小人も同額となっている。 カバンや荷物は一切持ち込みが認められておらず、入場券売り場近くの一時預け所に預けることになるが、カメラの持ち込みは認められている。入場の際には、空港のように、金属探知装置を通った後に、簡単なボディチェックを受ける。門の上での撮影は可能だが、建物内での撮影は禁止されている。門の上では記念品の発売もある。天安門から見た。 天安門広場前景。正面が人民英雄記念碑と盲主席記念堂。左が中国国家博物館。右が人民大会堂。ありがとうございます。